はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。今日は5月の12日日曜日、時刻の方は19時49分です。よいしょ、ぴょぴょー。はい、そんなわけでね、もう疲れたよ。まあ朝から晩までさ、もうずーっと動画編集して作ってってね、疲れたよ毎日。うわー、もう首もバンバン、体中痛ぇの、すごくね。もうお風呂入りてーって感じね。このね、首とかね、肩ね、ここね、おじいね、こうボコってなってるんだね、すごくね。いやー、もうこの時間になるとね、まだラストスパートまで、もう一踏ん張りしなきゃなーってね、疲れちゃうんだよね。でもサラリーマンの皆さん、ね、そして主婦の皆さんも毎日疲れるよね。そんな時どうしてる？マッサージ行きたいよね。でもマッサージって高いよね、ほんとね。ああ、そんな時にタタン、こちらの素晴らしい首マッサージャー、元気なおじい、今から使いたいと思います。今回は EBS.com さんより提供いただきました。ありがとうございます。いや、めちゃめちゃね、首肩パンパンでございますね。今回の商品は、この首マッサージャーは並行輸入品となります。並行輸入品って何？実はね、海外のものを日本で販売するときには、日本語パッケージにしたり、日本語のマニュアルを作ったり、ね、日本の会社の保証をつけたりして、何かしら日本バージョンにして販売します。その代わり、日本バージョンにするとコストがかかります。ね。だから値段も上がってしまいます。並行輸入品というのは、そのまま海外から輸入したものを、そのままお安く、ね、上乗せしないで、お安く販売するもののことを大体示します。これね。今回は EBS.com さんが、この並行輸入品としてね、この首マッサージャーをお安く Amazon で提供してくださっております。ね、で今日は母の日ね、プレゼントにこういったものをね、たくさんご利用された方多いではないでしょうか。この後には父の日が待っております。ね、プレゼントでも最適だよ。じゃあ実際にね、並行輸入品を開封してみましょう。ね、はい、まあ、マッサージャーと書かれています。こんな感じでね、まあ、日本語は一切ありません。並行輸入品です。だからね、もう商品はそのまんま、もう未開封状態になります、ね。やっぱ日本語パッケージ版などの中身ね、入れ替えなきゃならないから、一回こう開けて確認してチェックして、で日本語マニュアル入れたりなんかしてね、保証書入れて日本語バージョンになるんだけど、まあ、並行輸入品なんで、もう そのまんまでございますね。はい、中身はね、じゃあ開けていきまーす。よいしょー、チャラチャ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 ーン、チャカチャン。はい、そんなわけで並行輸入品なので、はい、マニュアルは英語になります。で、使い方は簡単なので、Amazon のページを見てくれればね、大体わかるよーって感じだけど、まあ、元気なおじいもね、今から説明したいと思いまーす。はい。ここにあるのはね、電源コンセントになりまーす。これは大丈夫だよね。日本で使えるね。よいしょ。じゃあこれね、ちょっと、この、よいしょ。針金を取って、はい、じゃあね、このコンセントに挿したいと思います。よいしょ、あ、よいしょ、入った。はい、そしてもう一個、車で使えるように、これね、嬉しいことにね、シガーライターからのやつが入っております。これ嬉しいね、どこでも持ち歩けるんだね、これね。自宅でも使えるし、車でも使えるし、職場でも使えるしね、どこでも持ってきるよね、学校も持ってきるよね。はい、これがマッサージャーの本体になります。ちょっと電気の加減でね、暗いかもしれないけどね。うん。はい。こんな感じ。こういう商品ってね、よく見かけるけどもね、結構お値段もよろしいよね。これ、車の、ほら、
ヘッドレスにこう、かけられるやつだね、これね。はい。じゃあ、実際に使ってみましょう。使い方は簡単。この電源のケーブルをこちらに、はい、差し込むだけ、ドッキングカチッ。奥までしっかりカチッとね、音がするまで入れましょう。そしたら、ここに、はい、ボタンがあります。ででーん。はい、見えるでしょうか。はい、ここにね、ボタンがあるんだけど、一つね、これはね、オン・オフのボタンになります。オン・オフのボタンです。そして、こちら側の電波みたいなマーク、これは強さです。弱、中、強、弱、中、強、弱、中、強。押したんびに強さが弱、中、強、弱、中、強と切り替わります。で、この電源ボタンは、これはね、一回押すと、温めありの、温熱ありの逆回転。で、もう一回押すと、温熱ありの正回転。で、三回押すと、温熱なしの逆回転。ね。そしてもう一回押すと、止まるっていうね、こういう仕様になっています。で、形状は、ちょっとこっちの方がこういう形になってくる。まあ、これが、正常な状態かな。どう考えても首のところにね、こうやって当てる形だから、こうだね。これが正常になると思います。はい。じゃあ実際にね、元気なお尻ね、これ、ちょっと寝て使いたいと思います。そのために今日はね、このアングルになっております。じゃあまずね、動作確認からしたいと思います。はい。電源をね、じゃあまず、オン。よっ。一回ね、押します。おー。じゃあもう一回押します。はい、逆回転。はい、もう一回押します。はい、温熱出してぐるぐる回ってます。はい、もう一回押します。はい、止まった。ね。はい、もう一回押します。それで、これ強さのボタンを押してみましょう。はい、ゆっくりになったね。はい、押しますよ。ポン。あ、もっとゆっくりになった。めっちゃゆっくりになった。はい、もう一回押そう。はい、早くなった。はい、中。はい、これが弱。ね。おじい、この強でやろうね。はい、それじゃあね、これ置いて、これ、枕型になってるから、そのまんま使えるんだね、これね。はい、それじゃあね、ちょっとローアングルにして、よいしょ、ちょっと光の加減はごめんなさい。はい、それじゃあ実際にね、これはね、15分間のタイマーがついています。よいしょ。あー、気持ちいいね。やっぱこれは外れがないね。で、これね、自動で回転がこう変わります。自動でね、1分ごとかな、今パッて変わったんで、うん、勝手に変わる。これでね、よいしょ、晴天と逆転がね、交互に入れ替わりになります。はい、元気なおじいは試したいのは、思いっきりね、圧力をかけます。これなんでかっていうと、よくね、充電式のやつってあるよね。充電式のタイプってとにかくパワーがないんだよ。で、ちょっと強く、ああ、もうちょっとやだって言うと止まっちゃうんだよね。で、電源で取るやつは、やっぱり力が強いモーターが入ってると思うので、まあその辺ちょっとね、天使の羽のここのところがね、ちょっとゴリゴリできるか、おじいはそれを試したい。ね。まああまりそれを、試したりとかいう YouTuber ってあんまりいないと思うけど、おじいはこういうマッサージ関係ね、いろいろ大好きなんで、よっ、うわー、うおー、パワー大丈夫、うわー、うわー、天使の羽、うおー、うわー、ほぐれる。ちょっとずらしてね。うわー、気持ちいいな。で、こうして、
ちょっとこう、圧力ね、重みで。うわー、全然大丈夫だね。回ってくれてる。うわー。うわー、気持ちいい。うわー、気持ちいい。これは気持ちいい。うわーって、ちょっとずらそう。ああ、これはもぐらしい気持ちいいね。ああ、これ逆、向きが逆だとどうなんだろう。今ちょうど頭の形すっぽりきれいにはまってるんだけど、ちょっとおじいの興味でね、これ逆にしたらどうなんだろうね。よし。あ、これいいね。こっちの向きいいね、これで。おー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 、これピンポイントでね、すごい効いてくるわ。あ、これいいな。うち逆気に入った。うほほほほほ。あ、これはちょっとピンポイントで、ちょっと天使の羽の、もう、うわー効くー、うーほほほほほ、うわー、あー、逆回転だった。うわー、これはいいね。うわー、動いてる動いてる、ちゃんと動いてる、これね。よいしょ、これはね、パワーがある。うん、よいしょ、ほら、で、こうして重みかけても大丈夫。ほら、おー、回ってる回ってる。うわー、このね、肩甲骨のところ、天使の羽のところがね、これの原因なんだよね。ずっとパソコンでこうしてるから、マウス持ってね、こう広げないからね。うわー、ほぐれる。うおー、うわ、よいしょ。あんま長くやってるとね、もみ返しが来るからね。うわ、これ気持ちいい、この場所。うわー、うわー、気持ちいい。で、また逆回転だったね。うわぁ。うん。これ寝ながらできるのいいね。この形状。ね、丸っこいやつで、こうやってね、あるじゃん、よく。で、置いとくと転がっちゃうんだよね、これ。これだね。これ、置いて使うこともちゃんと考えられてるね。いやぁ、気持ちいいなぁ。ちょっとおじ、腰。腰も当ててみたい、腰。よいしょ。腰当ててみまーす。うわ、これ腰も気持ちいいね。うわー。うん。充電式だと止まっちゃうんだよ、これやると。うん。やっぱね、AC コンセントから取るから、これができる。ね、うわ、気持ちいいなー。うわー。よ、待ってました。逆回転。うわー、気持ちいい。で、AC コンセントだと、その電源の近くじゃないとできないから、みんなワイヤレスが欲しくなっちゃうんだよ。でもワイヤレスね、パワーないよ、すごく。うわー。ということは、ね。いや、全然いいね、パワーがあるのは。おー、これはもう気持ちいいの一言しかない。うん、よいしょ。またね、この形状のくぼみがちょうど首とか足ちょうどぴったりだね。いい R になってる、これね。で、程よいあったかさだし、ね。まあこれ今ね、これね、晴天逆転、勝手に1分ごとに行っちゃうけど、事故が起きないようにね、今のやつはみんなこうなってるんだよ。うん。いやー、おじい、足パンパンになっちゃうからね、ギュッギュッギュッってのやってるけど、いやー、これ物理的な、これも気持ちいいよね。これ2個あったら両足こうやって同時にできるのよね。はい。うん。これはね、文句なしに気持ちいいよ。
これ腕とかはよいしょ、まあ腕とかやるにはちょっとあれかな、うん、よいしょ、押さえるのが大変ということで、ちょっとおじいね試してみたいのが、よいしょっと、だらっちゃーん、チャラララララン、ででん、さあ、やっぱね車のバケットシートみたいだからね、うん、ここでいけるかな、ちょっと無理かな、さあちょっとねどうだろう、高さが、あこれ逆につけたかったな、これ、うん、あの逆の方がねすごいコリコリ、まあ晴天逆転あるんだけどね、これはこの状態で、うん、首が気持ちいいけど、これもうちょっと下に欲しいんだけど、これの高さがここまでなんで、ちょうどね肩に当たらないで首をマッサージなんだね、まあこれ首、これ首マッサージだよ、肩マッサージじゃなくて、確かにその名の通りで、よいしょ、こうすることによって、よっ、はあ、これいいね、ちょっとこれ逆にしよう、やっぱりちょっと待って、これ逆にしたいなこのね、こうすぼまってる方を下にした方がなんか効くよ、うん、よいしょ、なんかね、とんがってる方を下にした方が、ほら、あーくる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 ね、なんかね、こういう形になってるけど、ちょっととんがり気味の方を下にした方が、うん、あのピンポイントで当てられるね、あーこれいいな、これもっとリクライニングして、やったら寝ちゃうね、あちょうど凝ってるとこ来るね、うわー気持ちいい、うん、これは もっとビローンって伸ばしてるのかな、これビローンって、まあ、伸ばすのにはちょっと限界があるんだ、これね、もうちょっとビローンって伸びればね、もっと下までできるのにね、まあ、その場合は寝て使おうってことだよね。いやーこれは気持ちいいよ。はい、そんなわけでね、これいかがでしょうかね。いや揉み心地はね結構いいです。これね、揉み玉が片側4個ずつ、両方で揉み玉がね8個あります。で1分ごとに晴天逆転、これはねずっとそのままでやってると危ないんだって、本当ね、消し忘れちゃってそのまま寝ちゃったりとか、だから15分ねタイマーがついてて、勝手に15分経てば消えます、これがね。であと夏場なんかこの温めるのいらないよっていう人はこれさっきやったようにねなしでもできるしね、これで一応晴天反転もいけるんだけど、これが熱がなし、ね、でもやっぱね温めた方が気持ちいいよ、ぶっちゃけね。いやこういうのはね元気なおじいね、とても嬉しい案件だね、これね。ぜひ今日は母の日なんだけど、もう終わっちゃったけど、父の日とかね、あと敬老の日なんかで、ね、結構喜ばれるんではないでしょうかね。あと座椅子なんかにね気軽につけてさ、であーってやるのにちょうどいいよね。マッサージチェアって結構買うと今お高いもんね。こういうのでさコリ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 やればお手軽で安いしね、並行輸入品だからめちゃめちゃ安いよね、これね。お値段の方なんだけど、今日現在今母の日価格になっちゃってるけどね、4280円、それでも4280円、安いでしょ、めちゃめちゃ並行輸入品だから実現できるこの価格だと思います。でお安い時はね3880円ぐらいから来ただけで、今ちょっとね母の日価格になっております。まあ物はどんどんねまあいろんな為替があるからね、
ん、それでも安いような感じでめちゃめちゃ安いじゃないんでしょうかこれね。で元気なおじいのこの動画説明欄のところにねいつものリンクがあるのでピュッて飛んでいってください。そしてスマホで見てる方はそんなのどこにあるのっていう方はこのタイトルがこの下にあるのでタイトルをクリックしてもらえばリンクがポーンって出てくるので Amazon の方を見ていただければなと思います。本当ね手もみ感覚でこうクリ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 ってやってくれるんだね。とっても気持ちいいです。まああとこれ速度制限ね、はい、今これゆっくりにしたけどね、うん、Wi-Fi にやりすぎだね速度制限ってね。もうゆっくり。おじいはやっぱね早い方がいいよ、うん、やっぱこれだね。おじいは早い方がいい、うん、グリーン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 ってやってくれた方が気持ちいいねこれね。はい、もうこのままでキリがなくなっちゃうからねここまでにしたいと思います。EBS.com さんの並行輸入品の首マッサージャーの紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。あと最後にこのね材質になる方はねこれはあの PU レザーになってます。 PU レザーとよいしょねあのメッシュになってます。ほら素材はここはねあのレザーなので丈夫です。裏側はこんな感じね。はい、ここはねメッシュタイプだから通気性がいいです。蒸れることがないのでね長く使えるんじゃないかなと思います。で重さは 1.8 キロなので全然あのもう女性の方でも軽々持てる重さになっております。はい、あとは Amazon の方を見てください。最後までご視聴ありがとうございました。おじいでした。またね、バイバーイ。気持ちいいよ。